ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい、でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。今回は鎌倉パン旅、それでは行ってみましょう。鎌倉駅の東口を出たら鶴岡八幡宮方面に向かって歩いていきます。今回は駅から徒歩20分圏内にある、鎌倉に来たら絶対に押さえておきたいパン屋さん3店を紹介しますね。鶴岡八幡宮の通り突き当たりを右折、分かれ道という信号があるところまで歩いていきます。1軒目はモンペシェミニョン。ここはビゴの店で有名なフランスの巨匠フィリップ・ビゴの下で修行を積まれ、のれん分けを許された藤森二郎シェフのお店。店前には駐車場あり、本当は2階のカフェでイートインすることもできるのですが、ちょうど行ったタイミングが催事に出店されていてカフェはお休み。バゲットや食パンなど食事パンの他に惣菜系も充実しているので、朝食をこちらでいただくのも良いかと思います。で、今回購入したのはもちろんバゲット。外側はさっくり、内側はどちらかというと柔らかめな食感で、バゲット単体で楽しむというよりは食事に合わせたい感じ。バゲットのサンドイッチであるカスクルートなんかも売ってましたよ。バゲットの断面はこんな感じです。通りを挟んでモンペシェミニョンの左端向かいにあるのがベルグフェルド、ドイツパンのお店です。ここら辺は駅から少し離れているので地元のお客さんが多い印象。右隣にはカフェもあります。ただそちらは11時からのようです。ちなみにドイツパンはもちろん、菓子やスイーツなども置いてあります。こちらで購入したのはカイザーゼンメルとザルツブレッツェル。2つとも生地のキメがギュッとしていて、カイザーゼンメルはゴマの部分が香ばしく、塩好きなのでブレッツェルの岩塩の部分めちゃくちゃ好き。カイザーゼンメルの断面はこんな感じです。さてと、一旦鎌倉駅方面に戻り、昭和33年創業のレトロ感あふれる丸七商店街に向かいます。ここに入っているパン屋さんのことは以前も紹介したことがあるのですが、今回は季節限定でめちゃくちゃ美味しそうなイチゴ、あまおうが入ったベーグルを販売しているというので行ってきました。商店街の中はコの字型になっていて、パン屋さん以外のお店もあり、歩いているだけでかなり楽しいです。ちなみにぐるぐるベーグルは表参道などにあるパンとエスプレッソとの系列店なので、ベーグルが美味しいのは折り紙付きです。11時のオープンと同時に行ったらすでに数名の先客あり、少し時間ずらして行った方が待たずに買えるかもです。今回購入したのはあまおうティラミス。コーヒーシロップが生地に染み込んでいて、その苦味がティラミスクリームの甘さとイチゴの酸味にめっちゃ合う。クリームとイチゴは冷えていてスイーツみたいなベーグルでした。最後は鎌倉に来たら一度は足を運んでほしい御成町のスターバックス。スタバなんてどこにでもあるでしょと思ったら大間違い。ここのスタバはなんとプールがあるんですよ。西口に連絡通路で移動して銭洗弁店などがある方面に向かって歩いていくと5分くらいで到着。なぜプールがあるかというと、福ちゃんで有名な漫画家横山隆一さんの邸宅跡地に建てられたからで、藤棚やプールなどをそのまま残したからなんですって。ちなみに漫画の原画も展示されています。それでは今日のパンの復習をしますよ。鎌倉パン旅、一言で言うと世界のパンを食べることができるということ。駅から少し足を伸ばすと地元の人にも愛されるドイツやフランス系の美味しいパン屋さんがあるんです。今回のお店、大きな変更がなければ月火と定休日のところが多いので、平日なら水曜日以降、もしくは土日なら全て回ることができます。どのパンも美味しいのであなた好みのパンを見つけてほしいですが、もし迷ったらあまおうティラミスがおすすめです。今回の鎌倉パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。参考になったよ、次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。